こんにちは、開封戦隊紹介者の JP です。はい、今週もやってきました。今週のミニプラ、もうちょっとエンジン戦隊ゴーオンジャーを続けていきたいと思います。ということで今回はこちら。はい、そうです、エンジン合体ゴーオンガンバル王から1番エンジンバルカです。ゴーオンジャーの第4話から登場したゴーオングリーンの相棒のエンジンです。気楽なドリーマーエンジンバルカだよってことで、ラテン系のかなり陽気なエンジンなんですよね。前回までのパッケージと違って、今回からエンジン王ではなくて2号ロボのゴーオンガンバル王、これがメインになってますね。そういえばグリーンとブラックが追加武装ということは、なんか恐竜じゃん、似てますよね。プテライデン王とザクトルとパラサガンといった感じですかね。では早速中を開けていきたいと思います。ゴーオンジャーのミニプラ、箱はね全部分厚いんでちょっと期待しちゃうんですけれど、なんとね中身はペライね中に入っているものを紹介します。まずはバルカの本体の緑に使われる A ランナー、マシンの下の方のパーツ、あとは車輪ですね、黒のランナー B、 これはね割と小さめです。そしてこちらのシールが1枚。そして今回からはガンバル王への変形合体手順書と、こちら裏面はエンジン王 G6 の手順書、説明書はこんな感じですね。まあ、組み立て手順はあまりない感じです。横はね、なんかバルカッターの説明かと思ったら全然違いました。ガンバル王の腕になる変形手順みたいですね。では早速作っていきます。はい、まずはボディ本体に尻尾とキャップ上下につけて反対側で閉じれば、はい、イルカの部分の完成。薄い。なんか折れちゃいそうですね。ただ黒いパーツをくっつけるだけかなと思ったら、はい、こんな感じで引き出し機構や腕になった時の可動まであるんですね、これ。すごい。さすがミニプラですね。反対側のパーツを締めて、ボディの下部が出来上がってきました。まだ後ろタイヤがないですね。はい、あとはこの緑の細いパーツに車輪を2つくっつけて、先ほどの黒いボディにくっつければ、はい、ボディ下部の完成。おー、ちょっとバイクっぽくなりましたね。背びれをくっつけて、上からイルカの部分をくっつければ、はい、エンジンバルカの完成。ちゃんと緑と黒と2色で構成されているので、まあ、パッと見てシールを貼らなくてもエンジンバルカだってわかりますよね。シールを貼るとどうなるか。いきます。せーの。よいしょ。はい、シール貼り完了。バルカのシールは結構ね、細かいところが多かったです。貼りづらいですね。では問題。エンジンバルカのバルカ、何足す何でしょうか。これはね結構簡単ですね。バイクプラスオルカ、シャチですね。もう見たまんま。ただバイクなんですけれども、まあ、エンジンバルカは三輪なんですね。このエンジンバルカかなり陽気な性格で、初登場のシーンなんかも、バックでは南国の BGM が流れていましたね。本人も自分のことをラテン系と言ってますね。このエンジンバルカ、ギミックとしてまず三輪の大きなタイヤがついていますので、まあ、他のエンジンと同じように転がし遊びをすることができます。そして上部分のオルカの部分、ここは、はい、このように劇中と同じように回転することができます。360度回転可能ですね。エンジンバルカ唯一の武器がこの尻尾の部分、ここが鋭い刃になっていて、バルカッターと言います。ここをね、ぐるぐると振り回しながら敵を攻撃する、そういった戦い方になります。エンジンはどれも個性があって面白いですね。そしてこのエンジンバルカ、前回ご紹介した1号ロボエンジン王に合体してエンジン武装をすることができます。では早速やってみましょう。まずエンジン王の左手に合体するので、左手を収納します。そしてここを展開して180度ひっくり返します。そしてこの下の穴にエンジンバルカを合体します。エンジンバルカの方はまず後輪2つを外側から180度変形させて前に持ってきます。ボディの上部分をひっくり返して、さらにヒレを180度反対に向けさせます。ボディ下部を引き出して、これで準備完了。エンジン王の左肩に取り付ければ
エンジンオーバルカチューンアップということで、エンジン武装が完了。エンジンオーバルカが完成しました。このエンジン武装、やっぱり恐竜ジャーの噛みつき合体を思い出しますね。なんか恐竜人にザクトルがついているような、そんな感じがします。やはりミニプラ版はこのように付け根を回転させたり、先ほど引き出したこの下部のパーツの前後でグイッと曲げることができちゃうので、結構ね、いろんなポーズをつけることができそうですね。さすがミニプラ版ですね。このエンジンオーバルカでの必殺技バルカッタースラッシュ、ここをぐるぐると、回転させながら敵に攻撃する、そういう必殺技も十分再現可能ですね。やはり片腕だけ武装しているので、バランスがこちらの方だけボリュームがすごいことになってますけれども、僕はこういう左右非対称の片側だけこう武装されている姿は結構好きですね。エンジン音自体赤黄色青と結構ねカラフルだったんですけれども、さらに緑が追加されてより鮮やかになりましたね。5体合体の特急王と比べると、この時点でかなり、こっち5体合体、こっちは4体合体なんですけれども、ボリュームが全然違いますね。どのロボットもね、それぞれ個性があっていいですね。はい、ということで今回はエンジン戦隊ゴーオンジャーよりエンジン合体ゴーオンガンバルオ1番のエンジンバルカをご紹介しました。さあ、この調子でガンパードとキャリゲーターも次週以降で紹介していきたいと思います。以上、今週のミニプラでした。